おいやー疲れたね今日は本当に本当にね、うん、ヘッドヘッド、うん、いやもうね、うん、はい、忙しすぎちゃって、うん、バタ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 したもんね今日ね、週1回も仕事しちゃってんの、うん、そう突っ込めねえそれ突っ込めねえ週1で仕事しちゃってるからさ毎週毎週疲れるわけよ。ああそう、うん、本当に、うん、ちょっと電話かかってきちゃった、うん、あ、もしもし、あーどうもー、新進生よろしくお願いします。え、入ってるって。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと確認してますね。あ、もしもし、すいません、ちょっと入ってたみたいなんでまた折り返します。これ喋んなきゃダメなやつだよね、多分俺がね。まだ入れねえんだ。まだ突っ込めねえんだ。はい、うん、はい、はい、ということで始まりました、撮影現場でございます。よろしくお願いします。壊してくんねえかな。入れねえ、ほんとね、入ってるって電話で言ってたからさ。じゃあ急いで今準備したの。じゃあ俺やって、入ってた、入ってたということですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、本日は何回ですか、はい、ね、私がね、うん、なんかもう喋る時間もなくなってきちゃったからいいや、うん、俺がなんか一人で歌ってる回です、はい、あれでしょ、はい、あのほら、はい、アドってあのね、あの人ね、あの人ね、あ、それ今言わない感じ、いや言っちゃ、あ、言うよ、アモンダはね、アモンダは、そう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 、はい、そうそう、はい、言ってほしかったね。珍しくね、シンシンがあの曲いいよって言ってくれた。いや、かっこよかった。 ありがとうございます。かっこよかった。まあせっかくね、ほら全然なんかね、ライブとかアモンドはできてないから、ちょっと一人でね、うん、寂しくライブをやるっていうことで、そう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 、そういうことです、ね。じゃあ俺もうそろそろ帰ってもいいですかね、ライブやるんでしょ。うん、いろいろなんかね操作してもらいたいなかったりするから、うん、ちょっともう週一で仕事しちゃってるから疲れちゃってさ、もう帰りたいんですよ。1000円あげるから、うん、で、だから1000円あげるから、1000円あげるから言いましょう。よし、やってお願いします。はい、ということでですね、はい、本日は、まあ作詞会ということで、はい、そうですね、はい、ライブを長々と聞いてもらいましょう。、はい、よろしくお願いします。はい、上にアモンドは今まで多分ね1回しか見たことない人が、てか1回しかやってないからね。せっかくなんで動ける俺が1人で今日はねちょっとやろうと思います。
なんだそりゃそう当たり前なんだ複雑に絡んでる数字ナンバー昨日は沈んで今日また浮かんで平日で溶けちゃうくらいならつばって不純な基準も全てが分かれる記憶と規則から無数の羅列絶えず新しい刺激与えることでまた新たな気持ち芽生える。別にいないこのバースはとにかく決意愛互いの精神削り合いなどしてると感情でスキルライフ同じアホなら踊らにゃそうそんならば楽しむが基本のホットロー It's a good for you, you're in love Oh, it's a head start on the beach So baby, let's go back your future Hide the lights high簡単すぎたら味気ないけど気づく言葉は何気ないそれでも関係断ち切れないのは誰もがみんな割り切れない同じアホなら踊らにゃそうそんならまた楽しむが基本のホットだろう。さあどうしましょう、続けていいですよ。さあ一人だからね、なるべく動かないと。それはなぜなしの悲しいを明かしたんだ、くじで死んだ真実の優しさ走った歴史の芯目をそらして少しは取り戻したマシな明日聞いたはった繰り返しては探して残した歌詞が散った歌詞になって隠してた爪を伸ばした時しか壊して逃してた名を探した。終われば始まる新しいストーリー、恐れることないいつも通り。確かな武器なし負けを繰り返した死にな不賢く無知な習わしや勝ちな死んだけ散らして吹かした指定した道しるべ俺を動かす目指した手紙へ一歩踏み出す照らした日差し浴びる花ばたさはきっと死んだ蘇る日差しだ。終わりは始まり新しいストーリーなのそれなく進めいつも通り。訪れる息を引き取る日だから今日という時間は大切にしたい。特にこれを俺から俺向けて送る最後の弔辞、人生の最後には合うもんなら弔辞、どうにかなると思ってやってきた兄弟の人生だが、出過ぎた悔いは出過ぎたもの悔いなく死んでいく、自分で道は切り開いていけるはずだから、はたなく終わろうが当選なら絶対が羽ばたく。最後に書い
えた歌詞というテーマですね。3つ今日僕ねローテーションの僕一人なんでステージが広いです。やっぱりね、いつもテンション高いやつが隣にいるからね。ならば何の不満もねえ。不確定な未来に嫉妬繰り返した不安定、いつもと違う空気感じ次の言葉を選んでる。一言で完結するなら掘り下げるだけナンセンス。返事さえ切って俺はまたも全て完全する。手繰り寄せた赤い糸ですらそこで断線する。不完全な関係のまま折り迎えたマンデー、ふと見上げた夜空にポカリ浮かんでいった満月。遥か遠くに離れた日々は流れ、深い記憶に蓋をした時の中で、夜空見上げては思い浮かべる、永遠に匂わせることがない言葉を捧げる。日々莫大な量のインプットで塗り替えて記憶なのに、頭から離れずに振り返ってはまたも追憶。胸の奥に突き刺さった十字架が食い込む、わずかに残った希望の光すらも吸い込む。だがいずれは真正面からその記憶と向き合い、俺を作り上げた一部として終止符を打ちたい。覚悟決めて共に生きる墓場までの付き合い、そして眠ることでまた訪れた不思議な巡り合い。夢の中じゃ変わらず問いがいつも決まりの散歩道、季節感を伝える色鮮やかな真っ赤なもみじ。向こうへの橋を渡る、努めて明るく振る舞う、そこで見てる景色はいつも2匹の鶴が舞う。いずれ日はまた昇り、光が明日へつなげる。深い記憶をたどる夢路に別れを告げる。受け入れることで唯一の救いに行き着く。そして俺は微笑みながらさらに深い眠りにつく。ここからはちょっと意地悪なマーサクシゾーン、皮肉な曲というか、一人だけどライブでやるのはこの曲は初めてかな。光浴びると生きられる大木が群れを出し、慣れ合いながらこちらへの光を遮る。身の丈にある偽りの急成長、それは実のところ成功まではかなり程遠い。
左寄ったりがどんぐりの背を比べ、おごり高ぶりがあたり一面を覆い尽くし、密林となるが所詮は仲間内だから、その成長すでにもう頭打ち。合わせ鏡の中覗き込んで、情報の渦に飲まれて皮肉を隠す。合わせ鏡の中覗き込んで、少年の渦に溺れて露骨に皮肉を隠す。この曲はね、曲総理っていう曲なんだけど、テーマはすっごい難しいから、気になったらグーグルで調べて。わずかな木漏れ日しか浴びられぬまま、それでも着実にこの大地深くに根を張る。人の目には遅すぎる成長のスピード、彼の伸びる高さに限界がなく無尽蔵。気がつけば覆い尽くしていた枝葉などは塔に突き抜け、全身に光を浴びている。見下ろした目線の先、無数に倒れている。化けの皮剥がれ、大木は朽ち果てている。合わせ鏡の中覗き込んで、情報の薄に飲まれて皮肉を隠す。合わせ鏡の中覗き込んで、少年の薄に溺れて露骨に皮肉を隠す。さらにひどい曲。どいつもこいつも似たり寄ったり、どいつもこいつも、またカストも集めたフラッフィーが大将。世間じゃお前ら花にもらう大将、いい年こいてそのレベルで大将。痛すぎザコの群れまとめて排除。化けの皮かぶりにオーラなってないし、ジャンル超えられる能力もないし、ハンダリが伝統マジくだらないし、ワックなき聖獣今すぐに退治。井の中の蛙は大会を知らず世界という言葉を軽く使うはず。身の程もわきまえずに謎のヘリクスを持ち出す恥知らずだから相手にもならず。あっちの村人はかなり肩遅れ、未だに何にもできてねえあって、そもそも音楽が好きとかじゃなくセンスねえクソとビッチの戯れ。攻撃的な曲ばっかやってんと嫌われそうなんで、最後はちょっとファニーなのね。あ、唯一の
ラブソングかな、俺にとってのこれは。ゴースト時を越え旅するグレイなゴースト浮世から離れた新たな価値観五感古いスカイ共に分かっちゃう出たても終わらないこの魔法の時間が終わらない いくつになっても終わらないもう魔法の時間は仕掛けも種も全て飲み込んで喜怒哀楽も全て放り込んでまともに話して少し気になってふとした瞬間虜になってたいつも当たり続きじゃない別に時にはあるさまるで外れくじあの日の気持ち今も忘れずに気づけば思いを解き放つ決意偽りじゃないと誓うしたメロに確なる絆は一大セレモニーあれから今を記録するメモリー遠くが無理なら近場でいい近くが無理でも会えればいい取れなきゃこっちが向かえばいい少しでも顔見れたら嬉しいだが会う暇なければ電話でいい連絡なしは少し寂しいから落ち着いたら思い出してほしい何でもない日は何でもある日ほとぼり冷めたら旅しようアマルフィいつまで経っても終わらないこの魔法の時間が終わらない Yeahどこにいようが終わらないもう魔法の時間はこの先もずっと終わらないもう魔法の時間はこの先もずっと終わらない日付変わっても終わらないこの魔法の時間が終わらない押し上げ来たけど終わらないもう魔法の時間は終わらない断ち切り終わっても終わらないこの魔法の時間が終わらない この先もずっと終わらないもう魔法の時間はこれからもずっと
エンディングでーす、はい、どうもー、はい、はい、どうもでした。すげー長々とすいませんね、あの歌ってもらっちゃって、はい、お時間取っちゃいましたね。かっこよかったですよね。すごかったっすよ。ありがとうございます。圧がすごい、圧がもう、いや、うん、あれ本当はね、2人ユニットっていうかユニットバンドとかって感じなんだけど、あの人前ではまだ1回しかライブやってなくて、そうユニットで、ユニットで、でバンドでも1回やったんだけど、今もうそのバンドとはメンバーも変わってるし、そうでね、結構ね皆さんから評判よくだと思いますけど、そうでもね、なかなかちょっとね、いろいろやっぱり人数がいるとね、ほら機動力も落ちるじゃないですか。まあそうですね。そうなんで、まあちょっとね、なかなかできないし、まあ僕もソロも忙しいし、というわけで今日ちょっとね、せっかくなんで全部一人でやってみましたっていうところですね。なるほど、いやすごい、なんかということはユニットでやられてる場合は、はい、録音されてるところ、はい、部分がそう、相方、そうそうそうになるわけですね。そう、なるほど、うん、英語の歌詞と、うん、僕がラップ担当。あ、なるほど、ね、一応ちゃんとね、英語の歌詞もね、うん、なんて言うんだろう、意味も踏まえた上で、うん、僕がストーリー説明するみたいな、あー、いいなあれなんで、そう、いや、ぜひユニットバージョン見てみたいですね。でしょ、ね、うん、でしょ、はい、いや、正直ね、多分自分がやってる中では多分一番一般受けするかなっていうグループだから、そう、もう本当、ね、ちゃんと動くときにはね、見てほしいかなとは思いますけど、ぜひ、その時はさせてください。告知とかないんですか。はい、僕ですか。そうですね、いや、そりゃそうでしょう、はい、MH394 で検索してください。グループMH893? ね、絶対言うと思ったよ。絶対言うと思った。間違えちゃいました。はい、もう一回言ってもらっていいですか。MAH394、うん、ですね。ああ、なるほど、はい、数字間違えちゃった。はい、テヘペロっすね、これは。全然違う人が出てきちゃいますね、はいはい、すいませんね、なんか自分の告知だけで終わっちゃいましたけど。あ、大丈夫ですよ。ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんは、ももちゃん、ももちゃん、CD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 、じゃん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 、聞いた、はい、決まった、決まった、はい、金持ちモーナーファーストシングルドールアリス発売になりました、はい、イエーイ、顔をね、ツイッターとかでも買えるよ、はい、本人から顔をね、はい、リンネさんは、はい、リンネは8月じゃない、8月もう終わったよ、10月8日です。はい、ということで本日のゲストはマーサクシさんでした、はい、ありがとうございました。私たち笑顔で